助けてー。助けてくれ。確定申告も無事終わって、ね。えー、延納もすることになって、で、3月の給料が入ったんよな。うん。まあ、つまり、4月末にドカーッと払わなあかん金額があって、やばいってなったけど、その4月の半分、いや、ほぼ、ほぼ、およそ半分を、5月に援納した。で、 あ3月と4月の給料で、4月、今貯金ないからね。3月と4月の給料で、4月分の税金を払うぞーおーって言ってたんですけど、3月の給料見まして、うーん、足りません。ほんで、いや、足りませんやないの。ほんで、あのね、 えー、まあ、いろんな条件が重なったらっていう話にはなるんですけど、たらへんから、で、当てもないし、借りる。あの、なんやろ。競馬すると思うねんな、俺。特にこの、今から4週間。4月末までの4週、3週かわからんけど、は、命がけで競馬すると思うね。なんでこの3月の給料を4分割して、ドーン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 で、どれかが爆破ねしたら助かるみたいなのをすると思うねんけど、 それで、例えば負けるとするじゃないですか。ほんならゼロになるや。ほんなら払えへんやん。ほんなら、満額、例えば借金するとするや。また。証拠りもなく借金。で、そのまま行くと、計算上、借金額が、奥行く,くかもしれへんないや、まだそこにはなってないんですけど、いろんな条件重なって負けまくったらね。これなぁ。 これ、下手して行くぞもちろん、これは。別にね、ね、あの、ギャンブルせんかったら、奥は借金しないんで。ただ、俺すると思うねんな、この4週。1か8か。ほんで、負けると思うねん。冷静やろなあ大ピンチやねん。奥、借金見えたなあっていう。視線が見えたんで、うーん。センスない赤木。うん。視線くぐり抜けて、あいつは、ねえ。 あの、南郷さんの前に現れましたけど、俺はもう一個目の視線でも終わりよ。視線料理言うて、関東料理、関東方形、なあ、最低限やろいや、俺な、俺何があるだっつってな、吉本ファイナンスが前、さ、な、な、ちょっと金額なんぼやっけ ?3000 万ぐらい俺が借りてたやつを全部返して、 言ったんな。で、もう一回、満額貸してくださいって言ったら、多分、二千万ぐらいしか貸してくれんかった時あったよな。あれ、なんでなんか、そんなのなかった忘れてるだけ、俺が。なんか、あの、よ、余震減ってた。お前、その、信頼なくなってた。え、俺、余震減もなってるなんでいやきつ、吉本ファイナンス。だからそう、奥行く、奥見えてんなーって言いながら、もう誰から借りんねんって話ですしね。 うん、だから、もう、社長なんやろな金借りんの。今すでに借りてる人に、もっかい、まあ、アホのふりして言うか、すんません、一億貸して、って。なあウィンファイブやなもうウィンファイブじゃないと、そんな、一個のレースでタコ割れしてさ、それに、 なんぼかけてたとかのレベルじゃない気がするなウィンファイブやなウィンファイブ勝たなあかんけど、その、倍勝たなあかんねん。だって半分はもう、納税せなあかんから。一時所得、競馬の。だから俺が、なんやろな今回1000万もし必要、1000万足りてないってなったら、2000万いいねん。うん、2000万当てなあかんねん。で、1000万は納税に使って、もう1000万は、納税ってこの、今回の4月の、 自分の金になったから、一千万払って、もう一千万は、来年度、こ、こ、今年二2023年分の税金として納めんで、多いとかなあかんあね。倍買ったなんかや、ね、それでもええと思ってるわ、今。うん。そのシステム、税制どうなってんねんって、なあ、切りたいところやけど、いや、俺今それでもええわ、なんか。もうわからん。とにかく倍買ったらええねんやろ。なあ。うーん、億借金あるやつって、 タメ口使っていいんでしたっけこれタメ口禁止ちゃう一生敬語やろ目下の人にも。子供にも敬語やろこんなもん。いや、偉そうすぎるやそれで言ったら。奥借金あんのに、お前。タメ口で。敬語じゃねえとあがんな。あかんやん。奥さんやん。もう、あの、オクションって言葉あるでしょ奥越えマンション。略してオクション。 もう、億越え借金、億社員やん。何やねん、億社員って。あー本当の幸せって、何なんでしたっけあー、借金がなくて、普通に過ごすことか。普通じゃないもんな、今。ごめんなさい、ちょっと心理に、心理に近づきかけたな。でも俺、こんだけ、さ、赤裸々に、税事情をかっってるじゃないですか。ね。まあ、ああの、 女性タレントとかがね、話題なんのは、赤裸々に性事情を語るときやと思うんですけど、僕はあの、常に税事情をこうやってね、語ってると思うんですけど、うん。これ、脱税してもあんま怒られえのかないや、あの、お目はあるよ。もちろん国からも、ええみたいな、追徴課税とか、まあ、わからん、逮捕とかあるかもしれんけど、その、もし俺が脱税したとして、みんなはなんか、笑ってくれるんかなという、ちょっと、 本当に奥借金することになったらとんでもないフェーズに行くという話でした。でも、あの、まだそんなあれやで、奥借金すること決まったわけちゃうからね。このままのペースで行って、うん、う最,悪最悪の最悪の最悪の最悪みたいになったら、うん、奥、届くど。うん、まあちょっとなんか面があったら教えてください、皆さん。僕がどうしたらいいか。時間、残りわずかです。残された時間、残りわずかです。 あらそう。<music>